すっごー。おい、これ本当にここの隠れ場所考えた人、性格悪いから。あ、痛い。よし、どうも、そうです。ピーってことで、やっていきましょう。今回もスプラトゥーン隠れんぼ、やります。はい。ってことで、今回また同じくね、僕が鬼をしようと思いまーす。で、今回使っていく武器はこのね、パブロやっていこうかなと思います。この武器ね、あのね、最近追加されたあのね、なんだっけ、新しいモード、ガチアサリがね、ガチアサリですごいね、強い力を発揮するっていうことなんですけど、僕まだ一回もね、ガチアサリやったことないんですよ。ありがとうございます。何に感謝してるのか、全くわかりませんね。っていうことで、このマップね、久々にやるね、ここ、なんてマップだったっけ？ちょっと忘れちゃった。すいません。はい。うわ、またなんか来てますね。塗って、いますね、ここら辺。うわ、また煽りに来たのか、お前。なんでお前を。やんのか、お前。ということでね。やっていきましょう。あ、そうそう、言い忘れてたけど、このマップのね、ネタで使った100% 見つからない場所が発見されるっていうね、タイトルの動画がね、僕の動画なんですけど、再生回数が100万回突破しました。いや、本当に、ありがとうございます。感謝感激雨あられ嵐みたいな、嵐&スマップ&なんか平成ジャンプみたいな感じで、ジャニーズファンの人に怒られそう、こんなこと言ってたら。やっていきましょう。そう、始まりますね。はい、噛んじゃった。はい、スタートいきますよ。久々にパブロ触んな。これ見つかるかな、パブロで。ちょっとパブロを選んだことちょっと後悔してる今。こういうとことか いそうだからね。大丈夫かな。あ、やっぱシューター系持ってくればよかったな。こういうなんか筆系持ってくんじゃなくて。あ、そこら辺ちょっと誤算だったな。ちょっとね、前もさ、僕さ、この、スプラクレンボでこういうね、パブロとかそういうなんか筆系の、なんつうの、この武器を使うのあんまりよろしくないねっていう話をした記憶があるんだよ、動画でね、別の。なんでそれを忘れてまたパブロを使ったって話なんだけど、まあね、過去は振り返らずにやっていきますよ。うん、それが大事、本当にね。今の現代のなんか過去を振り返らずにね、生きていくのが大事なんだなって思います。どこにいるんだろう。角っこね、こういうね、マップね、角っこにいるのが多いっていう僕の予測が当たった。やったぜ。ノコギリガールさん。あざっす。はい。こことかいそうじゃない？いないな。こことかいそうじゃないって言ったら、いないのがね、大半なんで、そういうの言うの本当に、僕はいいです。はい。あ、なんかいたんだけど。あざっす。COO さん。あと二人ですね。冷凍みかんさんと、あと誰だったかな。ちょっと名前、ごめんね、名前忘れちゃった。まあいいわ。やってくぞー。やってくぞー。こういうところとかね、そうだよね。なんか、ワンチャンさ、オールキルありえるよ。ワンチャンオールキルありえるマンジーで、ありがとう、みたいな。ありがとうございます、サンクス、シェイシェイ。インク不足がすごい。ちょっと待って。いないかな、ここら辺。やっぱいないな。あ、いた！はい、白ご飯さんですね。じゃあ、あと一人じゃん。あと一人。なんだ、名前忘れちゃった。冷凍みかんさんか。やっていくぞ。あと一人、マジでオールキルあるよ。オールキル、ワンチャンオールキルあるっていうね。みんな期待してて、オールキルするから、本当に。行くぞ、あと1分。あと、この1分が大事だから、本当に。行くぞ。どこだ？くそ、てか真ん中勝負、真ん中全然塗ってなかったな。真ん中塗ってなかったから怖い、ちょっと。真ん中塗ってきましょう。いないですね。いないな。いないね。いないね。でも、ヒカキンさん、こういう声出すの好きですよね。それはいいんだよ。そんな話してる場合じゃないんだよ。待って、マジでオールキルできそうなんですけど。なんでいないんですかっていう話を今しています。マジでいないじゃん。待て。ちょっと待て。いや、おかしい。このゲームおかしいって。おかしい。え、なんでいないんだこれ。なんでいないの。いや、おかしい。よーし、ということで、やっていきましょう。バッテラストリートですね。完全にマップの名前忘れてたけど、それは、まあ、いいとしましょう。はい。ということで、僕が見つけられなかった冷凍みかんさん、ただ一人ですね。この僕のこの、なんつうの、隠れてる人を見つける目を、見事くぐり抜けた人です。はい。強いですね。冷凍みかんさん、いましたね。あ、ちょっと待って。ここどこですか、そこ。リスチがここで、ここにあって、ここ行って、ここにいた。あれ塗った気がすんだけどなぁ。っていう恒例のね、言い訳タイムは今回しないから。よろしく。レッドミカンさん、しない。次。次、白ご飯と、COO さんは仲良くここにいましたね。っていうね。ダメです。はい。
次、ノコギリガールさんね。ここ。ここは奇跡的に僕、いると思わんかった、ここは。いやー、ありがとうございます。でも、オール級できなかったら悔しいな、まあ。次、行きましょう。よーし、ということで、やっていきましょう。僕がかかる番ですね。で、今回、アマ美術大学やっていきましょう。そう、これね、僕、アマ美術大学ってさ、最初の頃は噛みまくってたんだけど、もう常に噛まずに言えるようになりまして、もう楽々ですね、もう。これが、成長って言うんやな。いや、最近チョコレートスモーカーズさんなんか、YouTube で見なくなりましたよね。悲しい、僕好きだったんですけど。まあ、それはいいとしてやっていきましょう。待って、それはよくないか。全然よくないか。まあ、いいわ。はい。もう、まあ、いいかって言ってる時代なんかもう、あれですよね。はーい。で、今回持ってきた武器は、これですね。この、僕がいつも塗り最強と言っているこの武器。プロモデラー、銀色モデラーですね。はい、やっていきましょう。で、これ本当にね、毎回言うけど、スペシャルと、スペシャルもそうだけどさ、もう、塗り性能が良すぎの塊って感じ、もう中田美の鎌足りみたいな感じですよ、本当にもう。どういうこと？はい。ということで、やっていきましょうか。今回鬼の人はね、僕が見つけられなかった、冷凍みかんさんです。やっていきましょう。怖いね。なんかめっちゃ見つけてきそう。もう50回くらい見つけてきそう、本当に。この冷凍みかんさんも。地獄の淵までも追ってきそうだからね。怖いわ。偏見です。ここね、ここあんまり見つからない説ってのがあるんだよ。いや、でも、あれ、ちょっと待って。記憶があるぞ。なんかめっちゃ見つからないとか言って見つかった記憶があるんだよ。ここ今いる場所。やめとこう。うん。記憶が確かであればこっちは危ない。一旦逃げて、このね、広場とかわかんなくない？いや、待って、ここマジで見つからそうじゃない？なんか、あんまり目立たないじゃん、ここ、この場所。ちょ、ここに隠れてみる？いや、待って、登れないか、上。上登れるかな？あ、無理か。あと3秒し、待って、あ、もうここでいいわ。ここでいいです。オッケー、始まりました。お兄さんが動き始める。待て、COO、コウさんと白ご飯さんが、もうほぼ同じ場所にいるっていう、もう、仲良しか。お前らは仲良しかって感じも。まあ、やばい。その、仲良しのところに忍び寄る魔の手があるのであった。やばいぞ、大丈夫？ここからじゃ全然見えないけどさ。やばくない？絶対死んだやろ、これ。大丈夫？生きてる事件。生きてる事件勃発。大丈夫。マジで、待って、白子ハンクさんがやばい気がする。アデュー。てててててて、れ。あ、怒られる。コウさんがね、生き残ってんのに、びっくり、ドンキー。なんか最近僕、面白くないことしか言えなくなってきてる。やばい、病院行こう。頑張れ。ここ真ん中にはいないぞ、敵は。なんか隠れてる人は。はい。なんか近づいてる気がするぞ、ここに。やばい。こっち来て、でも見えるね、これ。ダダ見え。ダダ見えってなんだよ。ダダ見えって言いづらいな。あ、やばい、来ましたね、ここに。いや、大丈夫かな。いや、いい感じ。いいね。こっち来るかな？こっち来んなよ。お、待って、スペシャルダメだぞ、お前。動き固まってんだけど。あ、ミスだろうな。きっとミスだよな、きっと。きっとミスだからしゃあない。うん。みんな優しい視聴者さんは許してくれるから。ね。許して。はい。やっていきましょう。あ、鬼さん、別の場所行きましたね。あ、また、コウさんのとこに行きました。大丈夫？もう、右半分全然塗ってないからね。もう、ここら辺全然塗ってないから、もう。大丈夫？あと1分。頑張ってください。わー、また、ここ、なんかダメですね。ここにはいないんだよな。ここの場所にいないんだよな。ノコギリガールさんと僕と、コウさんが、今3人生き残ってますね。行きますよって、言うてるよって言うね。うん、やってきますよ。なんかもう、お兄さんも繊維喪失してる感じしない？繊維喪失してる事件みたいな感じになってるんじゃない？ OK、そろそろあと10秒。ナイスだよ、ナイス。いいよ。はい。5、4、3、2、1、あざーす。よーし、ということで、やっていきましょう。マンタマリア号。ここで隠れんぼするのも久々。てか、そもそも、スプラトゥーン隠れんぼするのは久々っていうね。ことは、もう何回も言ってるんで、もう視聴者の皆さんは飽き飽きしてると思います。言うなめます。はい。ということで、マンタマリアやっていきましょう。このマップ結構かなり隠れる場所多いから、お兄さんすごいきついと思うんですけど、頑張ってくださーい。ということで、塗っていきますよ。まあ、スペシャル貯めて、もう適当にね、
もう投げちゃえば、もうある程度濡れるからさ、このカーリングボムで。ありがとう、カーリングボム。大好き。結婚してって感じ。いい感じが、あ、こういうとこ隠れたら見つかりそうだからやめとこう。お、ナイスインガーマー。ここ、やめときたな、ここはやめとき、やめとき、やめとき。すっごーい。よし。どこがいいんだろう。なんか結構隠れる場所多いって言ったけど、あ、なんか、なんとも言えないわ。あ、でも、なんか、どうしよう、ここに隠れようか、この、サーバルちゃんの上に隠れようかな、僕。そこ行こう、そこ行こう。なんか、もうこの、マンダバリラ号になったら、もう恒例の隠れ場所って感じになってるけど、ここ本当に絶対見つかんないからね、本当におすすめ。行けません。あ、そこから行けるんだ、そういえば。こっから普通に行けるんだったわ。忘れてた。とりあえずここ全部一面塗って、よし。こっから行きますよ。はい。これは本当にここの隠れ場所考えた人、性格悪いから。本当にもう全然見つかんない、この場所。考えた人天才。みんな隠れ終わってるかな。あ、ノコギリガールさんも隠れ終わってるっぽいね。いい感じ、いい感じ。あと、4秒。3、2、1。スタート、オッケー。もういける。うわ、なんか、怖い武器使ってるね、君。めっちゃ高速で塗ってくじゃん。あ、待って。北斎こんな一瞬塗れるん、この武器。あ、痛い。よ。すっごーい。いや、お前ら何ナイスで煽っとんねん。何ナイスしとんねん、お前。最高かよ、お前ら。最高、お前ら。もう、あんな自信満々に絶対ここ見つかんないからとか言ってたけど、すぐ見つかりましたね。お、ナイスやで。ナイスやで。お、いい感じだね。もう、お兄さん結構塗り上手いな、待って。結構この隠れも北斎強いかもしんない。次北斎使ってみよう、僕が鬼会った時。いいね、北斎。今、あ、待って。今、白ご飯さんがちょっとやばいよ。まあ、危機が迫ってきてる白ご飯さんに。やばいですよ。あと1分。あ、やられちまってる。やってんね。ナイスで送っとこう。はい、白ご飯も仲間入りでーす。ありがとうございまーす。カモン、カモン、こっちほら、こっちのね、負け組に入るよ、お前も仲間に。お、ノコギリガールさんがかろうじて生きてるんだけど、強い。いいね。冷凍みかんさんはなんかもう完全にもう、やってんね状態だから、本当に。やってんね状態ってどういう状態ですかっていうね。それはいいとして。お兄さん結構、めっちゃ塗ってんな、うまいな、塗り。それでも、ノコギリガールさんと、冷凍みかんさんは全然見つからないと。あ、来た。こっちいるよ、こっち。こっちいるよ、ほら。お兄さん、こっちいる。あ、いいよ。待って。早くやるんだ。冷凍みかんさん、いるんだって、こっちに。やれよ、早く。さすがに無理か。さすがに無理か。はい、ちょっとうるさかったな、ちょっと。いやー、よかったね。なんか今回、なんか激アツだった、今回の、かくれんぼ。はい、ということで、今回はね、かくれんぼをやったわけなんですけども、いや、ちょっと鬼になった時ね、北斎僕も使ってみようかなと思いました。で、今回参加してくれた、冷凍みかんさんのチャンネル、あるらしいんで、とりあえず貼っときます、概要欄に。ということで、またね、この動画を見てくれたら、ちょっと待って、カット。はい。この動画良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また見てください。じゃあ、バイバイ。